サヤと、種子、タチナタマメは、豆赤の一年草。ヨーナタマメとも呼ばれる。西インド諸島原産。学名は、コナベイリアエンセフォーミス。英語名は、ジャック・ビーン。飼料や、人間の食料として利用される。ブラジルでは、フェイジアでポルコと呼ばれる。ナタマメに形状はよく似るが、タチナタマメは、ハンツル製の植物で、高さが1メートルから2メートルくらいにまで伸びる。 同族のナタマメと比べて、茎が立つので、立ちマメと呼ばれる。深い根を持ち、乾燥に強い。1メートルほど直立した後、ハツるによって伸びていく。葉は五星子光沢を持ち、服用で、葉平は長く、三小葉からなる。葉液から花枝を出し、ピンク色内しは、紅色から、紫色の長径花を相上果剰に10から50個つける。鞘は大きく、 通常長さ20から30センチメートルで大きなものでは36センチメートルにもなり、幅2から2.5センチメートルほど。果実は10日となり、鞘の中には8から20個の白色の種子が入る。種子の長さは約2センチメートル。ウェストハルは新世界に分布するタチナタマメリーシーに関し C。 プラジアスパーマスパイパーと旧世界に分布するナタマメディーシーと同一種であるとする考えを示している。ジャックと豆の木に登場する豆が本種であるとする説もあるが、ジャックと豆の木に登場するのは樹高40メートルほどにもなる常緑鉱木の勝手にスパーメムオーストレイルビニであり、本種とは異なるとする説もある。西インド諸島原産で西インド諸島と 中央アメリカで栽培化されたもので、メキシコの紀元前3000年の遺跡からも発見されている。日本へは、江戸時代初期に導入された、禁煙のなた豆よりもやや遅れて入ってきたと考えられている。日本での栽培は少なく、若い鞘は、福神漬け、味噌漬け、ぬか漬けなどに利用される。若い鞘や未熟な種子は、野菜として使われるほか、形容は、飼料。 緑費などに利用できる。ただし、家畜はあまり好まないという説もある。ありがとうございます。